皆様おはようございます。おはようございます。中野総理大臣の安倍晋三でございます。第87回全国市長会議が本日盛大に開催されましたことを心からお慶び申し上げる次第でございます。前市長会会長の森元会長には市長会会長として大変なご功績を挙げてこられました。ことに対しまして、まずは敬意を表したいと思います。また。 あ、松浦新会長、ご就任おめでとうございます。まだ。あ、まだですか <laughs>。予定、予定。はい。あの、久々に松浦節をお聞かせていただいたところで、えー、ございます、えー。市長の皆様におかれましては。日頃から。地方自治の最前線で。地域社会の発展や。住民福祉の向上のため。個人力されていることに、これから。敬意を。表します。さて。 安倍内閣でおきましては、交差て支援や介護の拡充、働き方改革など、重要な政策課題に取り組み、一億総活躍社会の実現を進めてまいりました。そして、アベノミクスは全国つつ裏裏で確実に成果を生み出しております。有効求人倍率は1.48倍と、43年ぶりの高水準と、 なり、史上初めて47都道府県で1倍を超えています。そしてその状況が続いております。平成28年度における高校卒業者の就業率も就職率も前年度比0.3%増の98%と26年ぶりの高い水準となりました。 地方こそがこれからの成長の主役です国と地方が一体となって成長と分配の好循環を加速させ地方の皆様がその成果を実感できるよう全力を挙げてまいります地方の活力なくして日本の活力なし地方の 未来を切り開いていくことなくして日本の未来はないこれが安倍政権の基本姿勢であります我が国にはそれぞれの地域の皆様が守り育んでこられた豊かな自然固有の歴史や文化地域の特色ある農林水産物食品などの魅力があふれています その魅力は海外にも知れ渡るようになり、訪日する外国人の数は4年連続で過去最高を更新し、昨年は2400万人を超え、日本各地への外国クルーズ船もわずか3年で4倍に増加をしています。地域の大きな観光支援であるお祭りや花火大会。 が開催される時期は、ホテルや交通手段の確保が難しくなりますが、クルーズであれば宿泊も移動も自由自在であります。その特性を生かし、秋田の関東祭り、徳島の阿波踊りを巡り、会場から三重の熊の花火大会を楽しむといった工夫を凝らしたクルーズツアーが人気を博しており、 地方にも新たなチャンスが生まれています地。地方創生はこのような地方の持つ魅力を最大限生かし、その可能性を大きく開花させ、若者を引き捨てる個性豊かな地方を作り上げていく挑戦であります。これははままさに皆様方のの挑戦ととといいいっててもいいと思います安倍内閣としては全国の 党首の皆様の意欲的なチャレンジに対し、引き続き、地方の声に徹底して耳を傾けるという姿勢で、情報面、人材面、そして財政面から積極的に支援し、方創生を一層加速してまいります。また、地方分権改革につきましても、引き続き地方の発意による地方のための 分店改革を着実に進めてまいります。それぞれの地域一番のプランナー、かつコーディネーターは、地方自治体であります。そしてそのリーダーであり、地域の課題も魅力も、一番よくご存知なのは、ここにおられる市長の皆様であります。地域に住んでいる皆様が、あそしてその子どもたちが、 その地域に意味や未来を託すことができるような、そういう日本を作り上げていくためにも、市長の皆様が今後ともいかんなく、そのお力を発揮されることを期待申し上げるとともに、国が進める諸政策へのご理解、そしてご協力を改めてお願いを申し上げる次第でございます。えー、結びに、えー、全国市長会ののまますますの ご発展とご列席いただいた皆様の一層のご活躍を祈念いたしまして、と同時に安倍内閣としてしっかりと、彫壮性を加速させ、もう多くの皆様がその地域に生まれてよかったな、そして未来に託す、自分の人生を未来に託すことができるような、そういう地方に、日本にしていくために、 全力を尽くしていくことをお誓い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はおめでとうございました